そしてこちらは愛知県長久手市森コロパークで私立恵比寿中学の野外ワンマンライブが行われました。遠足をテーマに行われる毎年恒例の野外ライブも今回で5回目。今年も全国各地からバスツアーが組まれ、およそ1万人のファンが集まりました。エビ中はもう今年もね、はい、水水水というね、びしょ濡れでしたね、お客さんも、盛り上がっておりました、はい。大阪、栃木、愛知のフェスをご紹介しました。さらに6時台には西野カナさんのドームツアー A ネーション、そしてエレカシユズ